海と日本プロジェクト in ガッチャンコ北海道、応援リーダーの谷口ひろみです。今日は北海道が誇る甘エビの産地羽幌町で行われています羽幌甘エビ祭りにやってきました。会場の周りには朝早くから長蛇の列。お目当ては 500g 1500円の浜値で販売される取れたて新鮮な甘エビ。今日朝何時から並ばれました？朝1時だ。今日どこから来られたんですか？札幌から。だってエビ美味しいから。息が違う感じがするしね。ここに来ないと食べれないっていうか午前9時の販売開始からわずか2時間で用意された3600箱が完売に。皆さん待ちに待った甘エビ、お味はいかがですか？すごい濃厚で甘くて美味しいです。大分です。これ九州から食べてきた甲斐あります。最高に美味しいです。プリプリです。では早速いただきます。甘い。身がプリプリで締まってて美味しいです。これが羽幌の甘エビ。船の方に、冷却装置を装備しているので新鮮なまま港に入港して最高にプリプリでいいと思います。羽幌町で美味しい甘エビが取れるのは羽幌沖の海底が隆起している武蔵帯と呼ばれる海域が魚やエビなどの住処となりとても良い漁場になっているからなのです。しかし近年甘エビの水揚げ量の減少が問題になっています。ここ3年ぐらいですか、水揚げ量も減ってますね。去年のまあ半分ぐらい見込んではいるんですけども、で今も実際に沖に行ってて明日の分どれだけ上がるのかまだ未定ですけども、上がってくれればいいなと思ってます。今年の販売は2日間でおよそ 4.2 トンと去年の3分の2にとどまりました。現在水産試験場と協力し原因を究明している最中とのこと。現状の把握と回復への取り組みが待たれるところです。多くの方に愛されている美味しくて楽しい羽幌甘エビ祭り、これからも末永く続いていくように応援していきます。海と日本